こんにちは、スターライフエクスプレスの吉田由美です。今回はランボルギーニムルシエラゴをご紹介させていただきます。ムルシエラゴはですね、ディアブロの後継者でアベンタドールの前の世代の車になるんですけれども、やっぱランボルギーニのフラッグシップモデルということで、この堂々とした佇まい素敵ですよね。そしてこの車の場合にはですね、さらに素敵なパッケージがついています。これがそうなんですけれども、 LB パフォーマンスというこのキャップがついた、今流行りのこういったキットがついています。そしてもう一つご紹介したいのが、じゃじゃーん、なんと見てください、こんなに車高が低いんですね。でも安心してください、じゃじゃーん、なんと車高が7センチも上がりますね。これはね、前後7センチずつ、上がるということなんですけれども、見てください、さっきと全然違うの分かります？そうですね、またこの車に乗り込んでみたいと思いますが、ドアはもちろん上に上がります。これシザードアというドアなんですけれども、やっぱりドアが上に上がるとテンションが上がります。そしてですね、この車内に入ってもなんかやっぱり素敵な感じですよね。この車はランボルギーニがアウディの傘下になって初めてのモデルということで、なんと4駆です。では早速エンジンをかけたいと思います。いいですか？おお、この車も迫力ありますね。そう、なんかこうやっぱりアナログチックな感じのこのメーターもなんか素敵ですよね。